親子の名作読み聞かせ本「とんち話」「大石背負い」彦「彦一話」「彦一が旅の途中山沿いの道を歩いてた時のことです」「向こうの方で男たちが騒いでいるので何だろう?」と駆け寄ってみると道の真ん中に大きな石が一つ転がっていました「二三日前の大雨で山から転げ落ちたんだ」「通行の邪魔だから脇へどけたい,どけたいんだが何しろ重くてのう」 わしらの力ではどうにもならんのだ。男の一人が困った顔で言いました。ほ法ほう、それは大変じゃ。何かいい方法はないものか。彦市が腕組みをしたその時、後ろの方からのぶとい声がしました。よし、わしが手を貸してやろう。見ると立派な体つきの侍が立っています。わしがいれば十人力じゃ。お前たちの望み通り、大石を脇まで運んでやるぞ。 ただし、今、わしは腹ペコなんじゃ。ひと仕事する前に、飯を食わせてくれればの話だから。この方なら、石を運べるかもしれないぞ。一つ頼んでみよう。男たちが喜んで自分の弁当を差し出すと、侍はひとつ,つ残らず平らげてしまいました。ああ、うまかった。では、取りかかるとしよう。お前たち、その大石を持ち上げて、わしの肩に乗せてくれ。 侍の言葉を聞いて男たちはびっくりです。無理ですよ。第一、そんなことができるなら初めからお頼み申しません。ふ <laughs> ん何を言っておる。わしは運んでやるとは言ったが、自分で持ち上げるとは言っとらんぞ。侍はニヤニヤしながら、つまようじで歯をシーシーしています。くそ、これじゃ何のために弁当をあげたのやらわからんじゃないか。すっかりだまされた。男たちは小声でささやき合いました。するとそれまで黙っていた彦市が言いました。わかりました。 あなたの方に大石を乗せて差し上げましょう。さあ、皆の衆、大石の横に穴を掘るのじゃ。男たちは彦一に言われるまま、桑で穴を掘り始めました。穴はみるみるうちに深くなり、人が入れるくらいになりました。慌てたのは侍です。おい、一体何をしようってんだ簡単なことですよ。あなたがこの穴に入って、大石を肩に乗せるんです。そんなことをしたら、重くて穴から出られなくなるぞ。はて。 肩に乗せれば運んでででさるのはなかかったのですかうーん確かにわしの負けだ侍は男たちに弁当のお金を渡すとあたふたと帰っていきましたさて大石はというと掘った穴にゴロンと転がして埋めこちらも無事片付けました,片付きましたとさ